今回のコーチング用語解説シリーズですけれども、テーマはですね、コンフォートゾーン。コンフォートゾーンについてお話をしてみたいと思います。これも基本中の基本なんですけれども、あえてですね、しっかりとそこは抑えていきながら、中上級者向けにもですね、メッセージを届けていきたいと思いますので、ぜひ最後まで視聴してください。コンフォートゾーン、もうこれは、日常会話の中でよく使われるようになってきてる人もいるかもしれません。コンフォートっていうのは居心地のいいですね。ゾーンっていうのは空間ということで、コンフォートゾーン、居心地のいい空間だということですね。で、これは、物理的な、例えば家のそのリビングに行ってソファに座ってると居心地がいい、コンフォートゾーンだね。リラックスできる空間ですよね。そして友達と一緒にいる空間もですね、例えば仲のいい友達といる空間も、場所はどこでも、仲のいい友達と一緒にいれば楽しい空間もコンフォートゾーンであると。例えば初めて行く修学旅行で、初めての場所なんだけれども、仲のいい友達と一緒に行くから楽しいというね、そういうコンフォートゾーン。だから我々としては活動領域はですね、物理空間から情報空間にどんどん広がってきているというふうに、説明できるわけですから、このコンフォートゾーンも物理空間だけではなく、ぜひ情報空間も意識してみるといいと思います。で、特にスポーツの世界で言うとですね、このコンフォートゾーンという概念はとても重要で、何が重要かといったらですね、コンフォートゾーンの中で我々は高いパフォーマンスを発揮することができるということですね。逆にコンフォートゾーンから外れると、パフォーマンスは下がります。例えば緊張してしまったりとか、普段できることができなくなるとか、しっかりと準備してきたにもかかわらず、何かこうプレゼン発表するときにですね、緊張してしまって、声が上ずってしまったりとか、手足が震えてしまったりとか、そういう緊張状態、コンフォートゾーンから外れてる状態だとそういうことが起きて、パフォーマンスが低下してしまうということ。これはですね、よく言われることなんで皆さん理解してると思います。スポーツの世界では、例えばホームとかアウェイとかって言い方はしますよね。例えば、ジャイアンツと阪神タイガースがですね、野球で試合するとき、東京ドームだと、巨人の選手はですね、いつも日頃から練習してるんで、隅から隅まで知ってるという意味で、ね、コンフォートゾーンですよね。で、実際試合が始まっても応援団がもう、ジャイアンツファンが多いので、その中で高いパフォーマンスを発揮しやすいということですね。で、逆に、阪神タイガースの選手はですね、やはりアウェイという感覚ですよね。阪神の応援団がいないなと。一方、甲子園球場に行ってですね、ジャイアンツの選手にとってはアウェイになりますけれども、甲子園球場はですね、ほとんど、タイガースファンだと思います。で、ヤジも飛んでくるし、なかなかパフォーマンスが発揮しづらいという状況ですね。必ず勝てないというわけではないけれども、パフォーマンスはかなり下げられるということ。ですので、野球とかサッカーで言うと、ホーム、自分たちのいつもやってる場所だと、ホームであると、勝つ確率が高いということですね。で、アウェイになると、パフォーマンスは発揮しづらいので、なかなか勝てなかったりしますと。そういうことが実際、このコンフォートゾーンの説明で、できちゃうわけですね。ですので、まずはポイントとしては、繰り返しになりますけど、コンフォートゾーンの中では高いパフォーマンスを発揮することができる。先ほどの野球とかサッカーのホームとアウェイの話で言うと、アウェイ、まさにコンフォートゾーンから外れた場所でパフォーマンスを発揮しづらいんですよね。で、その上で、じゃあアウェイで勝てないのかって言ったら、ここ勝っていかなきゃならないので、じゃあどうすればいいかって言ったら、アウェイでもコンフォートゾーンにしていけばいいということです。その発想を切り替えていくということですね。やり方はいろいろあります。このコーチング理論の中にもたくさんその、理論だけではなく実践方法を紹介してますけれども、例えば、事前にメンタルリハーサルをすること。脳の中で、マインドの中で、そのアウェイの場所でも最高なパフォーマンスをしているという映像を繰り返し繰り返し自分の中にイメージすることによって、アウェイであったとしてもコンフォートゾーンの感覚を作ることができるんですね。実際そういうことをやって結果を出されているスポーツ選手はたくさんいますし、我々はそういうサポートをしてきてます。スポーツ選手、日本代表をはじめオリンピック選手にも、コーチングを届けてきてますけれども、そういう指導の仕方をするんですね。アウェイであっても、コンフォートゾーンにしていくことによって高いパフォーマンスを発揮することができるということを理解し、そして手法としては先ほど言ったようにイメージを作ったりとかですね、ビジュアライゼーションして、マインドの中でリハーサルをしておくということですね。あと、情報空間、物理空間の話で言うと、初めての場所っていうのはやはり、緊張するということはあるので、できるだけですね、早めに、スポーツ選手であれば早めにその会場に入って、隅から隅まで、
自分のコンフォートゾーンの中に入れる感じでですね、この例えば野球選手であれば、その芝生の感覚とかですね、あとはボールの跳ね方とかを自分なりにこう取り込んでいくということをやっていけばですね、しっかりと練習の時間を確保することによって、初めての場所であったとしても、フォームの感覚を作ることができる、コンフォートゾーンにすることができるということですね。これは物理空間、情報空間、ここは皆さん理解できると思うんですけど、そのようにリハーサルをしていくことによって、未来の高いパフォーマンスを発揮している自分自身の映像を作ることによって、それがリハーサルとなってですね、緊張状態から解放され、そしてコンフォートゾーンとなり、高いパフォーマンスを発揮することができる、維持することができるということを、これはできるということですね。できてですね、自分が大切な場面で緊張してきたなと思ったら、ちょっとこれはコンフォートゾーンから外れかかってるかもしれないと。で、リラックスすることですね。そうやって緊張してきたなと思ったら、とにかく深呼吸をしたりとか、リラックスすること。そして、うまくいかないかもしれないとかって、そういうネガティブな、そういう映像を作るのではなく、最高にうまくできた結果の映像を先に作っちゃうということですね。先に作ってしまう。そしてその映像を繰り返し繰り返し脳の中でイメージをこう刷り込むようにイメージを広げていきながら、体は本当にリラックスして、そして深呼吸し、そしてまさに抽象度を高めていく。視野を広めていくってことをやっていけばですね、いつも通りのことをやっていけば、うまくいくので、そういったセルフトークをしてですね、ぜひコンフォートゾーンにしていくと。コンフォートゾーンから外れそうになったら、しっかりとそこをコントロールできるようにしていくといいと思います。あとはコンフォートゾーンですね、初心者向けの話ではあるんですけど、PX とかではですね、子供向けにはですね、より広いコンフォートゾーン、より高く、そしてそれを広げていきましょうという言い方もしてます。それはですね、例えば自分の部屋がコンフォートゾーンだからということで、そこから一歩も出ないとかですね、学校にも行かないとかってなると、世界が広がらないですよね。で、これからは皆さん、このコーチング理論をどのように活用するか、人それぞれではあるんですけど、我々としてはですね、しっかりと子供たち向けには、次世代のリーダーを育成するための一つの理論方法論の体系として伝えているという思いもありますし、社会人向けとかですね、今コーポレートコーチングもどんどん広がってきてますけれども、自分自身、経営者へのコーチングですとか、あと、部門のチームリーダーとか、それぞれのプロジェクトの、リーダークラスにもこのコーチングを届けてきてますけれども、やはり、リーダーとなっていくためにはですね、コンフォートゾーンをどんどん広げていくっていうことですよね。自分が凝り固まった価値基準の中で、自分の考え方以外のものを全部排除して、自分がコンフォートゾーンだからと言ったらですね、そういったリーダーとしてですね、いろんなプロジェクトを引っ張っていく、より良い世界にしていくためのリーダーというところで言うと、そこはしっかりと見極める必要があると思うんですけれども、コンフォートゾーンは、高く、そして広げていく。例えば、一つの都市だけ、例えば東京だけで活動する。それも素晴らしいことだと思いますけれども、東京以外のいろんな地域も広げていきながら、自分の活動フィールドを広げていく。そして日本だけではなく、世界中にもこう活動フィールドを広げていきながら、より良い影響を与えられるような、そういった人物になっていくと、そういうリーダーになっていくということを考えるとしたらですね、やはりコンフォートゾーンは、高く、そして一気に世界中に広げていくという、ね、発想が必要かなと思いますので、ぜひそこはそれぞれで考えてみていただければと思います。コンフォートゾーンの中では高いパフォーマンスを発揮するということはもうこれで理解できたと思うんですけれども、じゃあコンフォートゾーンの中に留まり続けていいのかと、そういうことではないということは多くの人は理解できると思うので、だからこそそのコンフォートゾーンの外側に現状を超えたところにゴールを設定し、そしてコンフォートゾーンをどん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 こう広げていく、高いところに広げていくということを、その感覚でですね、自分自身の内面の眠った潜在的な能力を引き出すということを、ぜひこの構築で実践して、実現していっていただきたいなと思います。今回は以上となります。ワクワク様でした。